欧州連合の三つの柱とは、欧州連合の創設を定めた、マーストリヒト条約において定義された、主要な政策分野を三つに分類した上で、それぞれを担う欧州連合の構造を柱に例えた、枠組み、リスボン条約により廃止された、第一の柱、欧州共同体から、経済、社会、環境政策分野、第二の柱、共通外交、安全保障政策から、 外交、軍事分野第三の柱、警察、刑事司法協力から、犯罪対策協力。かつては、司法、内務協力とされていた。いずれの柱の分野においても、超国家主義と政府間主義の原則の間で様々な、均衡が保たれている。超国家主義は、特に第一の柱に強く現れている。第一の柱に含まれる使命は、3つの欧州の、共同体のそれと、 ほぼ一致している。その後、マーストリヒト条約において、欧州経済共同体の名称から、経済が取り除かれ、単に欧州共同体となった。また、アムステルダム条約においては、さらに第三の柱の分野が、部分的に第一の柱に移された。第二、第三の柱の分野については、欧州議会、欧州委員会、欧州司法裁判所に与えられた権限は、 欧州連合理事会のそれと比べると、全くというほどではないが大幅に限定されたものである。第一の柱で図られているバランスは、欧州共同体によってなされていることから、しばしば共同体の秩序と表現されることがある。欧州連合がこのような柱構造がなされたその経緯は、マーストリヒト条約締結までの事前交渉にある。つまり、共同体に外交、安全保障、 防衛、難民、移民、犯罪対策、司法協力といった分野に関与できる権限を付与することが求められていたことにある。ところが一部の加盟国からこのような権限を共同体に付与することは各国の国家主権に関わることであり、これらの分野は政府間の協議で扱われるべきで共同体の秩序の範囲内とするのは 国家主権を脅かしかねないとして反対の声が上がった。当時、これらの分野を共同体で扱う場合には、各国間において、主に欧州政治協力の枠組みにおいて協議されていた。結果、先に挙げた分野は、欧州共同体が担うものとはされなかったが、これらは欧州共同体に二つの柱を追加するという形で組み込まれた。新たに加わった柱の一本目は、 外交政策、安全保障、防衛問題を担い、他方新しい柱の2本目で、残りの分野を扱うこととなった。アムステルダム条約やニース条約による近年の修正を受けて、新たに加わった2本の柱は、政府間主義的なものから超国家主義的なものに変わりつつある。特に重要なものが、アムステルダム条約の結果、難民、移民問題と、 民事紛争に関する司法協力が第一の柱に移されつつある状況である。このため、三つ目の柱は名称を、警察、刑事司法協力と改められた。なお、司法、内務協力という用語は、後の第三の柱と第三の柱から移された分野の両方を示す際に、その後も使われている。欧州連合の機構の、変遷欧州憲法条約では三つの柱の、 統合がきとされていたが、フランスとオランダでの同条約の批准が国民投票により拒否された。しかし、欧州連合の気候改革が求められる中で3つの柱構造の一本化は欠かせないものであり、2009年12月に発行したリスボン条約では3本柱構造を廃止した。ありがとうございます。